これですね、ドリブラーがよくやる距離と角度ですね。確かに完全に相手につられるな。なるほど。はい、こんにちは、千葉茨城支部代表の中村コーチです。ケイコーチです。はい、今回は、うますぎんっていうこのタイトルだと思うんですけ ど、ちょっとうますぎるトラップとフェイントを組み合わせて、まあ、これ実際に、試合中そのまま使えると思うんで、まあ、その後に説明も、しっかり入れるので、まあ、しっかり、見て、説明聞いて、この動画を参考に練習をしてみてください。で、ケイトコーチにはディフェンス役にも入ってもらうんで、ケイトコーチのうまいディフェンスにも、注目してください。それではじゃあやっていきたいと思います。レッツゴー、レッツゴー。はい、そしたら、今のまずこのトラップと、ちょっとしたこう相手と距離を取るのと相手と逆を取るっていうこの3つをちょっと説明していきたいと思います。でまずこれ上から来るボールなんですけど、よくこういう足を上げてクッショントラップみたいなのはやると思うんですけど、RBS でよくやってるのがこのエンジェルトラップって言われるもので、ボールが上から下に、来るときにちょっと下で待ってあげるような感じで、これうまくできる方法はつま先でしっかりボールを触ってから最後ちょっとこう引いてあげることでボールにバックスピンがかかるので、こんな感じですね、かかるのでボールちょっと触ってから膝を曲げるイメージでまずはやってみてください。で相手が来るので左足でロール、そしたら距離が取れます。でこの時に右足の指7でボール止めて、この後ろに行くふりをして左に引いて右みたいな、まあ、最後はこういうフェイントですね。ロールしたらこの軸足通し、左足を通してヒートコーチをずらす、で両足の左右 V ターンみたいな、こういう形になるので、まあ、これは実際にこういう受け巻きたら止めて、で相手来たら止めて、で反対行くふりして利き足の方にっていう感じの抜き方になるので、まあこれサイドでも使えると思いますし、真ん中でも、使えるし、分ければもうどこでも、使えるトラップ、あとは距離を取る練習で相手の逆を取る、フェイントになりますので、ぜひ、まあ、簡単にねできますので、ぜひねこのトラップが苦手な方、あと距離を取るのが苦手な子で相手の逆を取れない子なんかは、ぜひこういうパターンでやってみるとうまく抜けるようになるので、ぜひやってみてください。どうでしたか。いやめちゃくちゃいいですね。何がいいですか。いやこの軸足通しした時に完全に相手につられるなと思って。なるほど。抜けない子っていうのは大体同じ方向にこう向かっていくんで。なるほど。パワーね、パワーがすごい取りやすいんですけど、やっぱ左右に揺さぶられるんで守備もこう騙されやすいなっていう。これですね、ドリブラーがよくやる距離と角度ですね。確かに、ね、これを、2つも組み合わせているので、まあ、こういうフェイントじゃなくても、普通に下がって角度つけるっていうパターンもあるので、まあ、いろんな、パターンあると思うので、ちょっと距離と、角度、まあ、あとは浮き球のトラップっていう部分でやってみてください。でまた、コメント欄で、こういうフェイントをやってくださいとか、ちょっとこう相談的な感じもいいですよね。確かに距離を取るのが苦手なので距離を、取る練習を、YouTube でぜひ解説してくださいっていう部分でもいいと思うんで、この YouTube と活用してもらって、無料で見れるので、ね、ぜひ僕らに、何も相談してみてください。そんな感じでじゃあ今回は大丈夫ですかね。はい、よし、じゃあまた次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。